ニューイヤー駅伝大予想元旦、今年一か来年初の日本一が決まるニューイヤー駅伝全日本実業団対抗駅伝展望。私の予想は優勝トヨタ自動車。まあ今年のトヨタ自動車は結構メンバー揃ってますね。大石湊選手が補欠に回るぐらいなんで、1区田中選手っていうのも安定して強いですし、2区が鍵だな。ここ数年はなんかビタンカロキさんがちょっと衰えちゃって2区でブレーキになってたけど、今回新しい外国人選手が入ってるんで、その選手が鍵ですね。その選手がそこそこ走れば3区4区がまた強いですね。3区が太田選手、27分30秒ぐらいの1万メートル。4区が西山選手か。この人も強い。世界選手権マラソン代表だし、1万メートルも27分30秒台ぐらい。アンカーに服部勇馬選手が普通に走れば優勝するんじゃないですかね。トヨタ自動車今年は安定してると思いますよ。西山選手とかも東洋大学から来た。まあなんか箱根駅伝とかではよう失敗してたんですけど、実業団になってからまた安定してトラックとかでも27分台叩き出してますし、本命はトヨタ自動車だと思います。2位は富士通。富士通もメンバー揃ってるな。塩沢くんち東海大学出身の一区で、彼も駅伝とか箱根とかでも活躍してましたし、それで、あとなんだ、塩尻選手強いですよね。安定してますよね。27分40秒台持ってる塩尻和也選手とか、浦野雄平選手って国学院大学で活躍した選手も入ってて、それに坂東選手とか末滝選手とか揃ってるんで、2位は富士通じゃないかと思います。3位は昨年優勝のホンダ。ホンダもメンバーの実力っていうか層の厚さとかから考えれば優勝候補筆頭なんですけど、エースの伊藤達彦選手が外れてますんで、これ大きいですよね。でもメンバー揃ってますね。三千障害オリンピック代表の青木選手とか、あと本当小袖選手、箱根とかでも活躍してた、1区走って、ここも揃ってる。やっぱホンダは揃ってるな、メンバーが。なので私はホンダ3位予想。4位が旭化成。また相沢選手に 1万メートル 日本記録保持者の、またメンバー入ってないな。なんだろうな、相沢くんもまあ怪我してるのか何なのかよくわからんけど、ニューイヤー駅伝には全然出てこないですね。ちょっと一田兄弟とか第6の選手とかいつものメンバーが入ってるんですが、安定はしてるんですが、トップの方にはなれないんじゃないかという気がしますね。この4位ぐらい、3位4位が最下勢。今年は世代交代がうまくいってないというか、でもアンカーに去年ホンダで優勝を経験した土方選手、マラソンでも強い、それが移籍してるんで、その部分で上積みあるんですけど、まあ4位ぐらいじゃないかな。5位が GMO。 3区に大迫傑選手が走りますね。 GMO 選手層厚いんで、吉田選手とかね、あの青学で4区で区間新記録を出してマラソンでも活躍している吉田選手とか、たくさんいい選手いますし、今年は5位ぐらい行くんじゃないですかね。あと6位は三菱重工。ここもそんなに活発にリクルートはしないんですけど、叩き上げの高卒の選手とか、あと井上大人選手がマラソンでも強いけど駅伝でも強いですよね。あと若手の高校から入った林田選手も相当強くなってるんで、あとマートノー選手とか安定してますね。6位ぐらい、もっと上行くかもしれません、三菱重工。
一応それがトップ6の予想ですね。あの注目はトヨタ紡織のあれですね、羽生拓矢選手、今年秋に1万メートルで日本歴代4位か、27分27秒を叩き出している羽生選手が何回走るんだろう。羽生選手の活躍も楽しみですよ。あと黒崎播磨も選手揃ってますね。まあ、黒崎播磨の方が三菱重工より上行くかもしれないですけど、まあでも三菱重工にしておきますわ。以上、ニューイヤー駅伝展望でした。